こんにちは、中本白秋です。今回は、富士一般版2018年8月号のですね、6級から10級の課題、深層戦時問、知恵ですね。今回も引き続いて知恵の臨床課題になります。知恵はご存知の通り、扇氏の7世の孫にあたる、陳から隋の時代に生きた方で、この知恵という人はですね、戦時問を800本強記号されて、所持にですね、収められた、そういった実績の方で、書風は大変高雅な上品、あるいはエレガントな書風ですね。今回はですね、かの端を断ずることな彼ですね。で、この練習する前にですね、この知恵のこの線質をちょっと今回観察してみましょう。例えば岡の横線ですね。岡のこの横角のところ大きくなって、こういうなんですね。こういう線であったりとかですね、段の横角プッと言って、あっとこういうふうにだんだんこう筆圧を加えてる線だとかですね、あと縦角を結構スッと入って、でこうこのまま同じ筆圧じゃなくて下へ行くほど少しこう筆圧が弱くなってる、そういった書風、こういったあたりを意識しながら勉強してみましょう。では早速11の解説をしていきます。なかれってこうちょっとこう一つで、また穂先でキュッとこうの書風ですね。そしてここの起筆のラインを見てほしいんですが、右上がりですから、これよりもちょっと上からスッと入って、少し筆圧を加えてこうなって、でこれでちょっと筆を起こして、